はい、どうも、ジンバーチャンネル TV、神谷です。今回も、ディズニーマジックキングダムズ、ゲームプレイ、やっていきたいと思いまーす。さ、早速、エルサ、アイスマジック、氷のお城で練習しようの、クエストを開始いたしました。エルサ、氷のお城に向かっております。氷のお城に到着いたしました。さあ続きまして、マレフィセント、そしてマーリン。チャプター終了。そしてマレフィセントコイン、ログインボーナスゲットいたしました。ミスター・インクレディブル、ミスター・インクレディブル、ヒーローの巡回、トラベルに警戒しようのクエストを開始いたしました。さあエルサ、アイスマジックのクエストクリアいたしました。さあ場面が切り替わりまして、はい、こちらミスターインクレディブル、そしてイラスティーガール、ヒーローの巡回、クエストクリアでございます。そしてイラスティーワール、ヒーローのチームワーク、パトロールを引き継ごうのクエスト開始いたしました。さあ続きまして、再びイラスティーガール、ヒーローのチームワークのクエストクリアいたしました。さあこちらやっていきたいところなんですが、なんとミスターインクレディブルの家、こちらを置いていかなくてはいけません。しかしパーク内に設置する場所がないため、こちらはスルー。さあそしてやってまいりました、好奇心がいっぱいのウサギトンスケを解放しようということで、早速解放しちゃいましょう。好奇心がいっぱいのウサギ、クエストクリア。再びトンスケ、天敵回避、トントン叩いて危険を追い払おうのクエストを開始いたしました。さあ足でトントンやるんでしょうか。やっております。さあというわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神谷でした。バイバイ。